こんにちは。では、ルームトゥグローの砂漠エリア、上です。行きましょう。そんなのあり？そんなのあり？半分。そんなのあるん、ない。いや、違う違う。半歩ずれないといけないんだ。ここが妙に長いんだ。左に押してから右に持ってくるなんですよね。違うのかな。これが1.5 伸びちゃうんですよね、これは。ああ、それでもいいのかも。先にこっち伸ばしてからこうか。それでいいんだ。 OK OK。 1.5 とかのマス出てくるのやばいな。まあ厳密には今までが全部2だったってことなんですよね、このグリッドを見ると。上のを1上げる、1上げるなんだけど、問題は ここのこれを持ってかないといけないっていうことか。どうやって？どうやるんだ？ん？いや、ここ、半歩ずれるためには、あ、ここか。ここだと 1.5 ずれるんだ。1.5 を忘れてしまうね。これを、この出っ張りを、こっから1ずらすだから、こうでいい。行くね、行くない。変なところに出っ張り作るのもいくない。こうなんだけど、こうじゃない。上に出ればいいんだけど、上に出るとこうなる。ん？このパーツじゃなくて、いや、このパーツの後に、ここで押すのがまずい。でも上はいけないから、
こっちか、こう、あ、それでいいんだ。いや、よくないわ。いや、これを上に上げ、いや。なんだこれ。下のスペースで持ち上げると、その後がうまくいかない。初手これがもう違うのだね。ここどうすりゃいいんだ。ここで押しちゃダメなんだな。ここで押すんならそこで押した記録を消さないといけないんだけど、あれ？あれ全然今この思考にはまってて、左に 0.5 ずらすんだから 1.5 ずれて1戻すっていう考え方でいいと思うんですよ。で 1.5 は左にずれるから、左に 1.5 ずれてから右に1なんだけど、左に 1.5 ずらした時に自分の頭がここにあると、これ以上右に曲がる方向に動けないっていうのが意味がわからん。そんな意味わかんないことにならないでしょう。できたわ。ごめん、今なんとなく解けちゃった。もう一回やらして。なんで解けたんだろう。右下に頭があるのは良くないよねって言ってて、なんでこれを突破できたのかというと、ここでもう一回上がるみたいなことしたんだっけ。いや、ああ分かってないから再現できない。出っ張りがあって、出っ張りを一回押す。ここでこっちに来たんだっけ。いや違うわ。ここでなんかもう一回押したんだっけ。それがあると、いや、これでもこれ以上押せないっすからね。ここを使いたければ上に行ける余分なエリアがないといけないから、上に行ってこれでもう一回上に上げないといけないんで、こうじゃない、これで、あ、これで上か。違うわ。あれ？もう、え？ほらね。ほらね。ほらね。なんかこういうことやってたら解けちゃったんだよね。それはなんでか。2回押してるのね。いや、こうじゃない。こうじゃないけど。え？何やった？違う。ここで2回押して、ここで2回押した後、ここに来て、ここに来る。あ、ここに来なくていいのか。ここでいいんだ。ここに来る必要ないか。そこがハマってた。押して、ここで左、いや、ダメだか。ここにいるところからこうやってきちゃうとこれができないんだから、だからここに来たかったんだよね。ルートは同じなんですよね。こう、これを作った後に、ここでアクションをしてからここに来て、その後にここに来る、なんだけど。何をしてうまくいったんだっけ？下と右を下と右を何回押しますかっていうだけのパターンなんだけど、めちゃくちゃにハマってるんだよな。こう作ると2回押すことになるでしょ。それはダメでしょ。
でもここで上に行くのもダメでしょ。だから下に行っちゃうとこっちに押すものが対応できないから、最初こうじゃん。で次に右は無理なんだから下じゃん。ここまでが確定になるよね。ででもこれで行くとここで下？あ、ここで下か。あれ？あ、そうだよね。ここでこっちに行こうとしか考えてなかったんだ。違う違う、ここで下だわ。あ、それだけだ。ここに行こうとしてるのがまずダメで、ここの下をなんでこれを見落としてたのかはよくわからない。けど、できたからいいか。いやー、すっごい、なんか視野が狭くなると、こうなるんですね、人間って。次は、壁に行っちゃうと 1.5 が発生するので、すね。だから、普通に押すだけだったら、上向きは 1.5 だからそれでいいんですよね。うん。で、こっちに持っていくのが 1.5、1.5 だとずれるから、普通に1ずらしてから、違うね。1、2、左に2つ自力で動かした後に 1.5 だ。これはまあ、これはまあっていう感じ。もう。右は2回でよくて、上から下には普通に3回。なんだけど、上から下に3回やるにはこいつのスタート位置がおかしい。これはもう下に1回しか動けない。だから、1.5 動かした時点で自分で下に下げるっていう行為をやらないと間に合わなさそう。うわ、すごい。パッと見てはどういうことが起きるのかわからない。右にめちゃくちゃ押したいし、下に行けないのか。あー、なるほど。そこが解く鍵なのか。っていうことだよね。なんか間違えた感じがする。ああ、もう押せない。間違えてる。そもそも。そもそもおかしい。
これ下に持っていく方法がないんだから、囲っちゃいけない、囲っちゃいけない、上を囲うのがおかしくて、こうなんだよね。いや違うわ、こうなんだけど、いや違うわ、上から下に押すんだから、え違う、ここの出っ張りがあるのはおかしい、ん、ここにあって押してって最後上から押すから、ここは開けないといけないんですよね。上と下は開けないといけない。こう入るぐらいしかなくない？違うか、囲っちゃダメなんだって。ん？ここ通れないのに、ここに壁欲しくて、上から押したいから上囲っちゃダメだから、下に向かってこういうやつなんだけど、あれ？ん？変なハマり方してる？あ、ここ通っちゃダメなのに、ここ通らないとここに入れないのはなんだ？おー、できた。なるほどね。ここが 1.5 だから、右に 1.5、 左に1で、あとは上に持っていくだけだから、サボテンに対してこういう囲いが欲しくて、まずはうそ、ああダメだ、ああダメだ、これさっきと同じ話じゃない？ここでこうやっちゃうと、もう片方でやるには、あー、ここ一回でも入るとダメなんだ、必ずこっちから先にやらないといけない。だけどこういう線引きたいと思ってて、こっちに来てから、あれ違うな、いや合ってる合ってる、合ってない合ってない、合ってる合ってるいいゲームだ。さっきのアシュのようなステージで、今度はそこが一箇所使えなくなっている。で、サボテンの初期位置もおかしい。あーと、今度逆なのかな、こっちはいけるけど逆は1回しかいけない。
違うよね。これ自前で押さないといけないのかな。いやいやいや、こうかこう。ここに行くともうこっちが使えないから先はこっちなんだけど、ここも使えないのはどういうことかというと、ここがあるからだよね。これを使いたければこっち側に入ってはいけない。ここだけでここに入ってきて、その後にこっちに行く。本当に言ってんの？これは上にたどり着かない感じがしない。こう。おもろ。そんな伸び方なる？ OK。じゃあ20分過ぎたので、今回はちょっと短いですけど、ここまでにしましょうか。では、お疲れ様でした。